そういう意味ではないの。今日は帝は従者の仕事を休んでいいわってことよ。たまには息抜きしなきゃ。ずっとお仕事じゃ疲れちゃうでしょ。今日はお休み。それじゃあ私は今日出かけなくちゃいけないから支度するわね。今日の味方のお仕事は休むことなの。今から自由時間でいいわよ。菓子は永久に作れんって言われたの。50回は失敗してないと思うの。でももう教えてくれなくなっちゃった。ひどいと思わない？お菓子を作りたいの。ねえ、帝、よかったら手伝ってくれないかしら。うん、ちょっと一人だけじゃできそうになくて。大丈夫だよ。私も成功したことないから。
村に出かけたの。明日の朝ぐらいまでは戻らないよ。さあ、頑張ろう。丸めるだけじゃつまらないから、可愛い形にしようと思って。あ、正解！芋虫さんだよ。そうかな、可愛いと思うけど。この子も長い目で見れば蝶々なわけだし。やっぱり子供だね、ミカトは。イモムシはね、サナギになっていつしか蝶になって羽ばたくのよ。あー、素敵よね。
私虫は大嫌いだよ。特に雲とか見ちゃった日にはもう一日暗い気分になっちゃう。ほら、話してるだけでへこんできた。昔ね、ヤンタムーが滑って転んでばかりいる私に向けてイモムシさんをポイッと投げつけたことがあったのよ。でしょ？でもそれは、お前もいつか蝶のように舞うことができるぜ、マナリっていう意味に違いないのよね。ヤンタムーって、やることは一見めちゃくちゃなの。だけど、ちゃんといろいろ考えてるのよね。それ以来、虫の中でもイモムシさんだけは平気になったの。でしょ？さ、これを焼けば完成だね。遠慮しないで。さ、口を大きく開いて。ほらほら。本当に？それじゃあ私も食べてみよう。まさか。本当だ、おいしい。嬉しい。私初めておばあさんたちに手伝ってもらわずにお菓子が作れた。作りすぎちゃったからヤンタムにでもあげようかな。味はってどういう意味？そうよね。それじゃあヤンタムにあげましょう。
にもなくない？ここ見て、段差がある。いて！なんだこの包みは。マナリに味方。もしかしてこれお前らのか？そっか、開けてみよう。こりゃ。せっかく作ったのに。だけどなんか甘い匂いがするな。ちょっと味見させてもらうぜ。俺がもらってやるよ。おいおい、嘘だって。返すよ。たく、お菓子取られて泣くなよ、いい年して。どうしたんだ。それじゃあ遠慮なく。俺これから出かけなくちゃいけないからさ、みちみち食わせてもらうよ。ありがとな。後で返せって言っても返さないからな。そんなこと言ってないもん。味方と適当なこと言わないで。まあまあ怒るなよマナリ。後で本当にお礼してやるからさ。それじゃあ俺行くよ。